人とかだった気がする。7人、うん、リラックマリア。いつも公園前に食べちゃうけど、公園後に食べる弁当めっちゃ美味しい、ね、めっちゃ美味しい。確かに今日そうだ、ね、確かに。なんか今日ちょっと時間なかった。何でだろう、公園の時ってさ、ちょっと早めにご飯食べますからさ、待ってから食べるとめっちゃ迷わない。めっちゃお腹すきません、でも今回多い、うん、お腹すく、お腹すくけどでもなみたいな、うん、この前どん兵衛食べた、うん、これどん兵衛あんこ食べちゃった、うんうん、だからなくなったかと思ったらまだありました。ね、お疲れ様、ありがとう。でもこれは 2個目のお弁当の続きです。なんか言ってたもんね。言ってたもん。うん。昼夜の間が短いから。お弁当もある。何の何ご飯か分かんなくなる。昼なのか、おやつなのか。おやつ。多分おやつ。うん。おいしい。うん。今さ、MC が MC じゃなかった。わかる、うん、もうなんか面接みたいな。わかる、確かに。みんな面接組。あ、やったね、面接組。うん、うん、フィリオル面接してるんだけど、うん、確かに難かった。公園で面接した。はるかが面接官だった。でもね、本当に事前に話してないんです、面接をするっていうの。そう、本当にトークテーマだけ、ぶっつけ本番。なんか、なんだっけ、え、でも長所と短所っていう、そう、長所と短所だけだったんだけど、いつの間にか面接になってる、うん、面接ってなって、でもそれが成り立ってたのすごいよ、うん、確かに。成り立ってたのか分かんないけど、それジャッジするのみんなだけど、はるかが一役して役うまい。いや、そうなの、分かる。面接がめっちゃうまい、なんか成り立ってた気がする。おもろかった、喋り方が、うん、それだった、うん、ちゃんと面接官の役に入ってた。こんばんは。てかさ、そこのクマめっちゃおもろいんだけど。病んでるクマみたいな。クマ完全に病んでるわ。病んでます、このクマ。めっちゃおもろい。なんか声もかけづらい。確かに、大丈夫かな。います？まっちゃん一瞬、映るかも、うん、いいよ、全然。ちょっと待ってね。病んでるこのクマ。見てこれ。このクマとさ、このクマ見てさ笑ったんだよね、うちも。あ、いい感じ。大丈夫か？なんか、なんか可愛くない？誰がやったんだろう。これ見てめっちゃちょっと笑っちゃったっていう。誰かがやったよ、うん、絶妙な、お尻の位置が絶妙。落ちそう。本当だ、可愛い尻尾が。酒、うまっ。酒美味しい。永遠にご飯進む。油が乗ってるタイプの酒です。うん、それが好き。わかる。天丼も食べれるわ。またやってしまった。サラダ食べてる。ニニはみゆみゆと幸せになってる。そうじゃん。だからなんか餅が、餅が餅が過ぎて、うんうん、めっちゃ長々としちゃって。急に私も争ってた、うん、なんでそうなったんだっけ。なんだっけ、うん、親友とお別れして、うん、私が実はあいつのこと好きだったみたいな、うん、ほらほらほら、テーマがなんか別れ際の一言みたいな感じだったんです、うんうん、印象に残る別れ際、うんうん、そもそも難しいやつみたいな、めっちゃ複雑な感じにしちゃった、うん、謎に告白させられて、ね、いやそうだよね。でも見えといえば告白、うん、ね、ミュウといえば告白、うん、そんなことない。NGT メンバーってめっちゃ告白嫌がるよね、うん、嫌がる、うん、みんな本気で嫌がる、本気で嫌がる、うん、嫌だとかじゃなくて、うん、マジで嫌がる、マジで本当にマジで嫌がる。でもなんか商品とかがあると、あれちょっと頑張ろうかな、頑張ろうかな、分かる、このままかな、このままいつもそうだよね、うん、商品あると頑張る。やっとお弁当にたどり着ける。何食べたの？あ、サラダ。サラダ食べてた。えらい。本当にサラダ美味しかった。サラダ美味しくてさ、美味しいから食べたい、うんうん。サラダ3杯ぐらい食べた。うん。いただきます。うん、ね、青葉食べる？大葉ね。あ、大葉。大葉食べたい。え、大葉。いらない。いらない？食べたい。
食べたい。いらないのかと思った。え、そういうこと？自分のはいる。なんだ。だから今のさ、いらないから。追加で、うん、追加でいるのかと思った。日本語がままならないので。はい、ありがとう。わ、リラックもありがとう。うんうん。これコロッケも美味しいんだ。うん。めっちゃわかる、美味しい。ね、懐かしい、ね、やめて、もう2人しかいないんだから。ねえ、悲しい。え、でもその曲やってみたい、マナ。めっちゃ好き。わかる、好き。嬉しい。好き。オリメンより多く踊ろうかな。オリメン4人しかいないです。え、すごいじゃん。みんなで踊る？うん、踊りたい。踊りたい。ちょっとここが好き。うん。わかる、めっちゃわかる。嬉しい。歌もいい歌。わかる、歌めっちゃいいね。嬉しい。いいね。いつかやりたい。わかる。自然渋滞もみんなでやってみたい。うん、誰やろ。レイちゃんニポジできるから。そうだよ。ほら。だし、折り面よりも。折り面よりもできるポジ。うん。わかる。いつでも、アンダーならいつでも。心強い。うわ、もう完食、きれいに食べた。最近、お弁当本当に完食しちゃう。いいこと。うん。どうもありがとうございます。これってなんか今リラックマのなんかやってるんですか？なんかイベント、うん、イベントなんだ。うん、かわいいよね。うん、めっちゃかわいい。キャラとコラボって珍しくない？確かに、うん、かわいい。かわいい。カドがいたらな、喜んだよね、絶対。うん、好きなんですか？大好き。ねえ、うん、かわちかわちかわち。これエビ？かき揚げ？かき揚げ？うん、小エビだった。うん、エビか。今めっちゃ美味しそうなんだけど、天ぷら。めっちゃ迷った。そう、迷ってこっちの方が多かったからこっちにした。まあもう分かる、がっつり食べたいよね。うん、私も半分だけ食べたんですよ、始まる前に。うんうん。で、鮭をご褒美にしようと思って公園後に、うん、パスタも食べた。可愛いご褒美酒なの。確かに。もっとね、なんか、うん、もっと高カロリー、アイスとか高カロリーなもの。でもレイちゃんこの弁当めっちゃ好きっていうイメージある。めっちゃ好き。でもそれ美味しいからめっちゃ好き。うん、みんな好きじゃない？うん、みんな好き。でも絶対太らない。そう。うん、確かに。確かに。鮭とかぼちゃとひじきとちくわと卵。卵とコロッケ。めっちゃ健康的じゃない？なんか。うんうん、美味しい。栄養士推薦みたいな。よし、今日野菜もあったし。野菜もあった。野菜めっちゃ食べた。昼も夜もあった。野菜めっちゃ食べた。これでこの後アイス食べたら最高。うわ、食べた。今おすすめのアイスは何？あ、教えてください。最近知らないんだよね、新作。おすすめのアイス？うん、でも31なんか新しいの出たよね。桜とか。そうそうそう。桜と桃出たよね。え、やっぱ桜なんだね。桜いいね。うん。桜の季節好きだわ。あれ美味しかった、チョコパイアイスのモンブラン味。モンブラン？モンブラン。モンブラン？モンブラン。え、美味しそう。美味しそう。私あれめっちゃ美味しかった。クレープの、ザ・クレープみたいな中のティラミス。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい、あれ。てか足りないあれ、本当に。あと5倍の太さにしてほしい。このシリーズ大好き。うわ、絶対アイス食べよう、今日。いいな。サービスエリアの手前で次いつ披露できるんだろう。うん、ね、いつでもできるのにこっちは。全部また今披露しよっか。さすがなんだけど、なんか最近食べても食べてもなんか足りない。うん、でもいっぱい動いてるから。そうだよ。うん、本当に今日なんていっぱいジャンプしたし、めっちゃ動いたからね。歌ってるし、スケボーしてるし、うん、そうだよね。うん、だってレイちゃんスケボーしながら掃除できるんですよ。マジやばい。最近劇場の時持ってきてて、そう掃除の担当の時にスケボー乗りながらほうき履いてみたら意外といけた。うん、ちゃんとできましたよ。うん、ちゃんと掃除できてた。すごいね。狙い定められるスケボーで。スケボーで移動。これ駅前でやってる妹、うん、なんか、え、
めっちゃ美味しそう。めっちゃえマジでやってほしい。え いつまでだっけな。26日ぐらいまでだった気がする。初めて見た。駅の中に中のお芋屋さんみたいなの。え絶対美味しいじゃん。これ全部美味しそうだった。スイーツポテト食べた。これ。絶対美味しい。やば。しいんなに安いの？なんか台湾なんかどっかの国でこの救急ボールみたいなのが流行ってるらしくて、お芋のなんかサーターアンダギー的な。そうなんだ。え知らなかった。これが次買いたい。15個入りでさ、なんか一人で買うのもなって思って迷ってやめちゃった。何ですか？みんなで食べます。救急ボール15個入りなの。みんなで食べたい。分かる。なんかフライパンでカラカラって揚げると美味しいらしい。食べたい。もうケンピごま。スイートポテト美味しそう。もうケンピごまもやばい。大学芋も。まあ、大学芋も食べたい。これも食べたい。全部しかもさ、これ買ったらさ、10% オフクーポンもらったんだよね。また行くしかないよね、これ、うん、また行ったらもらえるのかな。どうだね。やばいな、これ沼だわ。このたびにしかも1000円以上絶対買っちゃう、1000円以上、うん、シンプルな芋も気になる。いつまでだったっけな、書いてないんだ。期間限定、期間限定、なんかさ、よくさ、あるじゃん、うん、期間限定でさ、ショーケースでさ、出してる。ああ、そういうやつか。そうそうそう。あ、パン屋さんの前あたり、そういうやつか。そういうやつ。知らなかった。行くしかない。あそこなんかいろんなのやってますよ。分かる、あそこ毎回覗いちゃう。分かる。キムチとかたまにやってる。キムチ、キムチ、よくさ、TikTok とかでさ、ASMR とかキムチ、でっかい白菜キムチ、あれやってみたい。え、やってみたい。 ASMR やってみたい。 YouTube でも普通にここにさ、イヤホンつけてやったらさ、確かにできそう。確かに。こんばんは、こんばんは、こんばんは。わかんねえ。信号だね。信号、今日は信号です。めっちゃ派手なんだけど。赤と黄色。あんまりなくない、この色のさ、トレーナー着てる人。可愛い、うん、確かに。可愛い。欲しい。超気に入りなんだよね、これ。この色のさ、トレーナーはさ、いろんなお店で探すんだけど、全然なくて。可愛い。似合う。うん。なんかアイズワンとコラボしてた時の。え、そうなんだ。なんか、なこさん。初めて知った。あ、なんか。誰かが考えたみたいな、色合いとか。そうそうそう、からし色、からし色、からし色のトレーナーあったら教えてください。本当にない。からし色が、からし色の中でもこれも絶対これがいいのらしいです。この色がマジで探してるんだけど全然ないんだよ。本当にからしっていう色、可愛いよね、その色、うん、あったら間違いなくすぐ買うんだけど、本当に売ってない。大きすぎて毛玉になってきた。からし、かわいい。ゆいちゃんって言うべ、言うべやない、言うべ、言うべ。でもピンクのメイクも全然似合うし、うん、似合う。私ずっとでもさっきピンクのメイクしてた、真っピンクの。手は黄色です。ほんとだ、取り付いてた。ほんとだ。え、なんかママ白い。え、もしかしてブルベ。なんか意外にブルベだったし、ね、うん、分かんないよね。あゆ太郎がさ、卒業の最後の最後に、うん、私ブルベだったんだよねみたいな、卒業直前にメイクを変えるって。ちゃんと行ったんですか、そういう。行ったらしい、みんなイエベだと思ってたし、イエベのメイクめっちゃしてたの。うわ、もう絶対イエベメイク。なんかブラウンっぽいリップとか塗ってたじゃん、うん、確かに青みが本当は似合う人だったみたいな、でも青み、ピンク一個も持ってないかも。確かに見たことない。私青みピンク全然したい人なんだけどさ、でも多分似合うよ。なんだろう、家で髪色とか、髪色が今茶色だから、暗くしたら家でなのかな。あるぶ、一実はブルベ着たい、そういうの。うん、着たいよね。なんかどうやってできるの、予約の仕方とかわかんなすぎて、ね、っうん、調べる。犬型ってどこでできるんだろう。でも一人で行くのちょっと寂しくない。確かに。
うん、誰かと行きたい、メンバーと行きたい、詳しいこと行きたい、なんか言われてもなんかわかんないそう、詳しい子誰だろう、詳しい子、うん、夢とか詳しそう、確かに、うん、夢行かなくても分かるから、確かに、うん、ずっとルベ夏、ルベ夏、いやー美味しかった、足りない足りない、アイス食べたくなってきた、絶対食べる、しかもティラミスのやつ、でもあれな、売ってないんだよな、お店によって、確かにちょっと前のアイスって感じがする、そういう時はスーパー、スーパーってちょっと前のアイス売ってるよね、うん、しかも安いスーパーの、わかる、スーパー行くと本当に感動する、コンビニからのスーパー行くとびっくりしためっちゃガチな驚き方した、いやいや、だってさ、だってこっちで食べてんのにさ、まなちゃんだとは思わないじゃん、めっちゃガチな驚きだった今、かわいい、食べたい、面白かった、最近めっちゃビビっちゃうんだよね、どうしたんですか、なんかさ、おしゃべり会、あの対面のオフラインおしゃべり会でも、あのツーショットの振り返りもやってたじゃん、毎回そのたびにさ、スタッフさんがさ、テジさんみたいな呼んでくるじゃん、それされるたびにハッ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 、それは怖いわ、結構な回数ありますよね、そう、しかも同じ人3回その反応しちゃって、うん、なんかショック受けてた、かわいいかわいいめっちゃびっくりしちゃうんだよね最近、なんでだろうね急に、うん、前はそんなことなかった、うん、なんかあったかな、どうしちゃったの、食べました、それ完食、それ満足感すごくない、うん、満足感、今何食べる、今ケーキ全然食べれるやん、食べたいケーキいいね、胃が無限大すぎる、え、でもまなちゃんって食べても太るんです、わかる、え、結構さ、シャキからずっと細い、ちゃんと食べる人じゃん、うん、残さないお弁当いつもだよね、なんでさ、うん、え、家で食べない、食べますよ、家でも食べた、朝焼きそば食べました、え、朝からなんかそういう人って家ではもう全く食べないみたいな、うん、全然おやつとかもめっちゃ食べちゃう、なんでやねん、なんで、私も一人だとめっちゃ食べちゃう、わかる、しかもさ、私行動力さすごいある人だからさ、うん、なんかそのいっぱい食べないようにって思って、うん、冷蔵庫を空にする、なんか買わないようにするの、うん、食べる分だけ買うみたいな感じで生活してるんだけど、うん、なくなったらなくなったで、うん、もう買いに行こうってなっちゃう、めんどくさいってならないの、それが、うん、食べたいから外出るみたいな、雨でも雪でも出るみたいな、雨とか雪は出ない、私雪の中お腹空いて何もないから買いに行って肉まん買ってみたいな、可愛いんだけど、だから家に置かなかったところで無駄、いや白米ならさ、うん、太んないかな、いなんかさ、田中みなみさんさ、うん、白米3合みたいな毎日、白米食べるめっちゃ、え、3合だっけ、パンとかより全然いいんじゃない、小麦麺とか、お菓子を一切やめて、お米、無理無理無理、いやそう無理だよね、お菓子は無理、お菓子は無理、無理だよね、なんか満腹感があるからさ、食べなければ絶対、お菓子とかはさ食べても満腹にならないじゃん、うん、けどご飯はさ、うん、白米はさ満腹になるからなんじゃない、でもずっとご飯だけでも食べなくない、絶対なんかおかずないとさ、うん、飽きちゃうからさ、おかずはありでしょじゃん、ふりかけとかあ、ふりかけあ、でも太んないんじゃない逆に、なんか、ね、おかずでさ多分さ栄養で太っちゃったりするから、うん、ご飯は太んないんじゃん、うん、米は、うん、小麦はあんま取らなければ、うん、お米が永遠に止まらないときない、うん、白米が、うん、何もかけないで食べれるときある、わかる、わかるですよね、お米だけで食べれるときがある、わかるわかる、マリちゃん無理だけど、炊飯器で炊くとマジでさ、うんうん、もう地獄も永遠に食べちゃう、めっちゃわかる、お米地獄、無理、マジ新潟なのに、家でお米全然食べてない、え、嘘、なんかこういうお弁当とかだったら食べるけど、うんうん、家ではもう炊かない、うん、おかずだけ食べる、絶対無理だ、すごっ、めっちゃお米炊いちゃう、
日本人、ほんとに。え、もう加入してからずっとお米食べてない。えぇ、なんか炊き込みご飯とかだった時だけちょっとだけ。あ、味がないと食べれない系、うん、そうなんだ、そういう人いるよね。でもね、羨ましい。ミカル羨ましい。炊きたてのお米なんてマジです、うん、もう炊飯器開けた瞬間いい匂い、うん、炊飯器ごと、うん、いい匂いは炊飯器で食べたい。わかる、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 わかる。いや、一回やってみたいな、夢だわ、うん、それめっちゃわかるね。え、待って、それは初情報、めっちゃびっくりなんだけど、うん、うどんとかは食べれる？え、でもうどんもあんま食べない、うん、何食べるの？麦、おかずしか食べてない。あ、おかずか。脂っこいものとか好き？好きじゃなさそう、あんまり。でも食べる。え、ご飯でしょっぱいもので何が一番好きなの？え、なんだろう、塩？塩塩調味料。しょっぱいもの、なんだろう。え、普通にでも唐揚げとか。あ、唐揚げ美味しい。唐揚げもお米もさ、なんか食べても太らないみたいな聞いたことある。唐揚げ、そうなの？唐揚げってるよ。揚げてるんだよ、だって油で。そうだよね。ささみとかは太んなそう。うん。太んないっていうのは、他に食べてなかったらって話だろうな。はい、お菓子とか。お菓子ってやめられない。食べちゃう。ちょっと待って、びっくりすぎる。ミュウミュウのお米とうどんそんな食べない。そばはそば。そばはまだ好き。パンは、うん、パンも好き。パン派なんだ。うん、パン派。パン派なんだね。マナ絶対お米。うちもたまにパン食べたくなるけど。パン絶対お米。私一回も買ってないかもしれない。すごい。パン、メロンパンめっちゃ好きな。すごい。え、この前私オフラインおしゃべり会の時、朝ごはん新幹線でなんかドーナツと飲むヨーグルトだった。朝ごはん。朝ごはんがさ、ドーナツっていうのが分かんないよね。え、マナーで甘いのが分かる。ドーナツはめっちゃ好き。ドーナツはあの好きなんだけど、なんかお菓子みたいな。うん、確かに確かに。感覚的にご飯じゃないみたいな感じ。だからご飯として食べれない。確かに。ドーナツも食べ、ドーナツ食べるならおにぎり食べてからデザートの。そうそうそう。そういうことか。デザート感覚的には、ね、感覚的には。そう、量とかの問題じゃなく、おにぎり、おにぎりじゃない、ドーナツ、うん、ドーナツ一つだった。え、お腹いっぱいになる、それ。うん、いけた。満足はできそう。おにぎりじゃないとダメだ。もう蒸しチキンのおにぎりとピザマン食べた、その日は。わかる、なんか朝、ね、わかる、肉まんとかで、ね、うん、肉まんか、おにぎりとピザマン一緒に食べるの、うん、え、変ですか？めっちゃ食べちゃうんだけど。え、でも、まあ、でもね、私肉まんパンだと思ってんだけど。まあ、確かにパン、パンはパン、うん、あ、肉まんって本当お腹にたまんないよね。でも美味しいから食べちゃう。肉まんたまるんだけど。え、たまんないよ。本当？でも美味しいから食べる。パンが一番たまんなくない？たまんない。だよね。食べた感じしないよね。空気。そう、空気で、ね。だから食べなくなった。え、そう、うちも。なんか食べたところで。でも美味しい。パンだからね。お腹にたまんないならご飯の方が好きだしっていうので食べない。そう、だからお腹にたまるのはご飯だから。ご飯と。満腹にさせたい朝ごはん。毎回さ、野菜食べてからご飯食べてる。うん、あればね。いや、野菜もらうできない。なきゃ食べない。なくてもなくても全然食べれる。物も全然全然いける。なんか野菜食べたいな。毎日以上食べてる。毎日食べてる。えらい。すごい。ご飯も。まだできないな。意外とでも野菜食べると野菜でお腹いっぱいない。え、本当ですか？絶対ならない。女の子って大変だね。大変だ。でもアイス全然食べないかも。ねえ。うちもなんか最近全然食べないかも。常にある。うん。美味しいよね、アイス。無性に食べたい時期とさ、うん、そんななんかお菓子みたいな時期がある。お菓子。え、わかる。なんかそういう時期あるよね。何なんだろう。あ、でも今はアイスだわ。今一番食べてるもの何？チョコレート。チョコレート。私もチョコかもしれない。チョコめっちゃ食べちゃう。わかる。バレンタインからずっと。うん。やばい、あのさ、チロルチョコ480個あったじゃないですか。うん、あれ一瞬でなくなってね。わかる、わかる、すごいな。え、そうなの？え、もうもうないよ。なかったの。うち一つも食べてないんだけど。え、あったの知らない？え、ニコ生さんの日に。ああ、あったのは知ってるけど、まあ、公演するごととかここ来るごとにどんどん減ってって、うんうん、あ、もういきなりボンってなくなってた。急になくなった。急になくなった。知らなかった。なんか
もらった次の日にまだ劇場に用事があって行ったんですけど、うんうん、その時はいっぱいあったんですよ、うん、あったあった。でそっからはあの公演まで行ってなくて、私そしたらなくなった。ある時に急になくなった。えいきなりなくなったって。昨日あったのにって。誰かが持って帰ったんじゃない？持って帰ったつかみ取りでもしたから。つかみ取りしたんじゃない？つかみ取り。私は初日にめっちゃ持って帰った。ほんと？待って、一つ持って帰ったのに食べてないから。チーズチョコ、美味しい。そう、新しい味で。チョコ480個、なんかイベント、なんだっけ、しりとり？え、なんでしたっけ？え、しりとりだ。え、しりとりだったんですけど。2部？うん。紅白でめっちゃ伸びちゃった。やってない、やってない。1部もやってない。やんなかったんですよね。1部も2部もやってない。本当だったら、そう、買った人がもらえるみたいな感じだったけど、みんなで山分けでした。時間的に、怪奇現象いきなりなくなっちゃったね。怪奇現象あるよね、劇場たまに。あそこって開くんですか？なになに、怖い、やめて。初めて知った。え、開くよ。初めて知った。え、これ何、どこに見てみたい。あの、あれショーケースみたいなところ。あ、そうそうそう、劇場の。そうそうそう、飾り、飾ってあるやつ。すごい。ポスターとか、あドレスとか、衣装とか。え、初めて見た。あそこでマネキンチャレンジしたい。え、したい。あ、確かに。バレなさそう。行くかな、ファンの人。後ろ姿で。え、バレなさそう。似てるなって。面白そう。バレなそう。確かにバレなさそう。やってみたいね。リアルだな。一回やってみたい。髪の毛リアルだなみたいな。確かに。なんか肌とかがリアルだな。え、やってほしい。やりたい。でもさ、ブリタリングであったよね、マネキンチャレンジ。なんかなりきる、置物になりきるみたいな。やりたい。レイちゃんうまそう。え、笑いそう、レイちゃん。そう、え、まだ絶対笑うから。まだ絶対笑っちゃう。まだ笑う。まだ笑う。私笑う。ミユも笑いそう。え、サーヤはできそう。サーヤできる。サーヤできる。サーヤできそう。あ、でもわかんない、笑っちゃいそう。できるかな。私めっちゃ自信ある、笑わない。一回やってみてください、今。でもさ、目開けてたらさ、まぶたきできないよね。確かに。何がいいか。あ、寝る系。あ、うまい。おえ、うまい。え、うまい、うまい、うまい。すごい。すごい。わかんないかも。これは気づかなそう。わかんなそう。リアルだなって。今一回も息してなかった。うん、え、止めてたの？うん、止めじゃん。さや飲むみたい、マネキン。マネキン。絶対うまい。サイうまい、すごい。ちょっと笑ってるけどうまい。笑っちゃダメ。絶対笑っちゃダメね。一回見ない。笑ったら負けね。どこ？七味見てていい？七味見てていいよ。じゃあ行くよ、ショーケース。え、まばたきありだよね。まばたきはまああり。まあしょうがない。行くよ、ショーケース開きました。わー、これえ、なんかあれサイヤ、めっちゃ本物っぽい。そうよ、そう、すごい。絶対ダメじゃん。早すぎる。ダメ、モニタリングダメ。早すぎる。笑っちゃう。ダメ。多分2秒で終わる。真顔？ずっと笑ってたんだね。自分の好きな顔でいいよ。キープできる顔で。キープできるまで。ショーケース行きましたって言って。ショーケース。それいる？はい。3、2、1。ショーケース開きました。もう、ね、もうダメじゃん。もう。こういうことだよね。できない。ミューは、ミューは。できない。3。え、ショーケース開きました。開きました。ショーケース開きました。オープン。え、なんかさ、ミュウ、え、ミュウミュウってさ、かわいいよね。かわいいよ、やっぱ目が好きだ。この髪型が特にいいよね。ミュウね、ちょっといい感じ。ミュウ推しなんだよね。ミュウ笑いました。みんなダメです。ダメじゃん、みんな。マネキンチャレンジやめた。マネキンチャレンジダメじゃん。でもなんか YouTube でドッキリ企画してみたい。やりたいね。それめっちゃ面白い。とかのしたらみんなのさ、素が見れるじゃん。ユーチューバーになろう。なろう。なろう。そんな簡単なことじゃない。ユーチューブでなんか企画しよう。そうそうそう。なんか歌ってみたとか、それこそ。ええ、やってほしい。教えてほしい。わかる。めっちゃ思ってた。やってみた。わかる。聞いてみた。え、ドッキリしてみた。ドライブしてみた。いっぱい出てくる。ユーチューブももっとさ。そうそう、メンバーでみんなのコンテンツ欲しい。やりたい。
立てて今さらそこすごいね。えこれも余ってないかな。あめっちゃ余ってる。私も私今でめっちゃ余ってる。紹介したい。紹介ない。急にいなくなる。わかんない。てか私撮ってやめる。私ミユのかと思った。あ違う違う違う、置きっぱなこと忘れちゃった。あらあら、どんまい。残念。そうだよね。スタッフさん、あ、ここにあった。え え紹介してもいい。いいよ。なんとこちら、いいよ、ミユのお父様から。あこちら、ひよこちゃん。ありがとうございます。パパが公園見に来てて、めっちゃ美味しい。いやマジで、え食べたい。めっちゃ紅茶食べてみたい。さっきさ、うん、あのショコラ食べてさ、うんね、めっちゃ美味しくて。え私も紅茶、紅茶食べてみたい。プレーン、ありがとう。これは誰の卵は。何なの。普通じゃない、プレーン。あそうなの。え迷う。え紅茶食べてみたい。あ私、あありがとう。めっちゃ美味しいよね。パフェ美味しい。期間限定のパフェみたいな。今いちごでした。いちご、これ取りに行ったらいちごだ。パフェ食べ行きたい。えパフェ食べたい。パフェ、パフェってさ、お店行かなきゃ本当に食べれないよね。食べれない。確かに。え作りたい。作りたい。パフェ作る。え作れるなら何入れたい。コーンフレークとか。え絶対シャインマスカット。あーいいね。と生クリーム。アイス、アイスは絶対あるか。なんだろう、何入れたいかな。パフェでさ、アイス多めのがいいんだよね、うん、私なんかアイスめっちゃ小さい時あるじゃん、ね、アイス足りなってなる。バリアが多めがいい、ね、めっちゃみんなで開けんの苦戦してる。え、わかる、開かないんだけど。早い、開けたんだけど。開かないんだ。乾杯しようよ。めっちゃ難しい。あ、反対からやると、こうやってこっち側、反対側開くよ。下、その下側こっち、うん、そっちから開けると開く。おー、ほんとだ。でしょ、でしょ。コツがありました。ありましたね。そうです。あ、いい匂い。え、もう。あ、ありがとう。上手。じゃん。中条卵。マジでふわふわなんです。え、超美味しい。嬉しい。だからショコラもあったんだけど、ショコラなくなっちゃってる。見て、こんな潰しても戻るよ。乾杯して。何やってる。乾杯。乾杯。嬉しい。え、マジで。みゆ、みゆのお父さん、ありがとうございます。ありがとうございます。見てくれているかな。よかったです。綺麗。なんかあれみたい、うん、こういうアイスありませんか。ある。なんだっけ、うん、あ、なんだっけ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 、セブンティーンみたいな。あ、そうそう、なんか自販みたいな。いただきます。いただきます。うん、おいしいね。プレーンも美味しい、うん、卵本当に美味しい、ね、プレーンも食べたい。めっちゃふわふわ。うん、うん、なんでこんなにふわふわなの。まあまあなんだけど、スポンジなのに溶けるなって。うん、さすが先輩、食レポ。スポンジなのに溶ける。スポンジなのに溶けるんだけど。自然としちゃったらやっぱすごい。何年目ですか、アイドル。もう8年目になるんだけど。8年目になるともう自然と食レポしちゃうんだよ、うんうん、みんなに美味しさを伝えたいなんて、うん、特業柄。ユーチューバーみたいって言われたら。ユーチューバー、ね、でも YouTube やりたい。なんかバニラビーンズみたいな、なんかつぶつぶ入ってる。ほんとだ。うん、うまっ。入ってた。ラーメン食べたい。ラーメン、めっちゃわかる。今それ食べてて、めっちゃわかる。美味しすぎ、うん、めっちゃ美味しい。よかった。うん、本当に美味しい。うはぁ、なんか何がいいって言われて、うんうん、なんかもともとツアーの時にこれ差し入れにしようと思って。うん、なんだ、おいしい。これはもう、これ新潟、新潟、うん、ね、ビッグスワンの近く。あ、そうなんだ、うん、ですって皆さん。ビッグスワンの近く、ふわふわだね、うん、あ、今日ラーメン部放送日。そうだよ、見てください。ゆうはと、どうぞ。はい、アナミが、うん、ハプニングあり、セミレ王国に、うん、うまうま、うまうま、喉乾かないのがすごい。確かに、もそもそしてない。うん、うん、うまい。
まうま一瞬で亡くなりました。今日羊が、あ、そうか、そうね、かわいい羊が、羊だった。え、昼も、うん、あれ、そうだよ、あ、そうだそうだ、出てたよね、そうだそうだ、出てました、見てました、一緒にハート作って、一緒にハート作りました、二人一緒だよね、一緒でした、見知ってました、怖い先輩羊でした、羊だったよね、美味しい、あんま食べたい、美味しかった、うん、卵も食べたい、なんか本当食べてみて、あ、卵、あ、本当に食べてみなきゃわからな い, い, いこの美味しさは、ありがとう、もう想像の100億倍美味しいですこれ。羊部屋誰が考えたんだろう、確かに誰だろう、初めてやる時めっちゃ勇気いらないこれ、確かに慣れちゃったよね、もうまず自分でできなくない、うん、できない、でもそれ漏れるよね、あ、そうなんだ、やっぱ私だけかと思ってた、ショック、うちもね、なんだ、でここにあれじゃない、ボリュームがあることによって小顔効果みたいな、うん、私この巻き髪によってユニット公演で初めてやって気づいた、え、これ漏れる、え、そう、羊ヘアって漏れるね、やってみたい、なんだ、一回もやったことない、ないの、取るしかない、めっちゃ漏れるよ、じゃあ、え、やろう、じゃあ鬼漏れ、やったことある、見る、あります、え、でもなんか短い方が似合う気がする、あ、長いより、何短いって、うん、あの髪が、髪の長さが、あ、確かに確かに2回も揃ったよ確かに確かにってうん、いや最高じゃん今の長さ、うん、絶対にやらないよ、やらなくなるよ多分、でも今私たち髪伸ばしてるんですよね、伸ばしてる、でも切っちゃう、絶対切る、でもめっちゃ切っちゃう、うん、え、そう、私もどこまでいったら勝ちだからレイナ、確かに、え、どこまで伸ばしてるの、ロング、うちぐらい、めっちゃ伸ばすじゃん、え、そう、ガチでガチで、もう本当に長かった、いや最悪ぐらい普通に、え、本当、え、わかる、ポニーテールだから長くなる、長いな、でも下ろしたら別にこれポニーテールしてるから、ポニーテールだから長く見えるけど、うん、最悪ぐらいかな、うん、え、嬉しい、でも私この長さ意外といいって言われて、うん、似合い、微妙な長さ、ミディアムっていうの、うん、ミディアム、え、でも、え、でも伸ばしちゃうの見たいけどね、え、でもずっと長かったじゃん、うん、長かった、似合うよね、それぐらいが、長いよりなんか身長小さいから長いとバランス悪いみたいな、え、そうなんだ、うん、でもその今の長さめっちゃ好きです、ね、嬉しい、うん、ミディアム、うん、迷うよ、伸ばしてみてやな、私伸びるの早いから、え、まだも早いっけ、うん、この前来てこんなに伸びた、え、ミュウミュウって一生その長さじゃん、え、ですよね、一生切ってる今思った、でも毛先加入当初からずっとさキープしてるの、うん、そんなことない、私本当は胸下まで伸ばしたいの、うん、全然胸下までいかない、え、そうなの、え、なの、最後に切ったのいつ、切ったのは、いや、整えには行ってる、定期的に、うん、うん、整えるたびにちょっと短く切られてるんだね、何かね、全然伸びない実は、実はうち逆に今さ、切りたくて、あ、切りな、でも言うて、まあこれぐらい、サイもずっとロングだよね、うん、確かに、短いのわかんない、うん、でも断層したら似合いそう、断層いきなりでも、でも、なんでもない、びっくりしたね、でも、でも、いきなりジャンル変わったよね確かにね、断層短くなったら見てみたいけど、うん、断層1回でいい、絶対ロングの方が似合う、え、でも1回ここにいるときに結構短くしてる、これぐらい、え、絶対しないよ、下下下、え、何の時期、秋、あのハロウィン公演やった時、え、全然覚えてないよ、研究生、研究生、覚えてないよ、まだもう研究生の時、え、あとで写真見せて、うん、あるかな、ここは持ってるでしょ、え、ガチガチ、ね、みんな、ね、え、その時どうだった、自分的に、え、しっくりきた、別に、なんと思ってなかった、あ、普通に、なんかセミロングが多くて、うん、これぐらいが多かったの、あ、ちょっと短くしようで、今、まあこれぐらいでしょ、長い、伸ばしたい、今結構長いかも、うん、2019年だってすごっ2019年の私、すごいね、マジで、これぐらい、ガチで短かったよ、へー、見てみたい、見てみたい、え、マナちゃんもロングだったよね、ロングでしたよ、しかも前髪もなかった前髪もなかったさ、あの、ロングの時誰だった、誰だった、え、誰だった、あれ誰、誰、あれ、誰、自分だけは分かったあれは誰ですか、分かんないよね、分かんない、分かんない、でも
さ、なんか髪短い方が可愛いって感じだよね。うん、あ、本当？うん、なんか可愛らしい。ロングだとなんかお姉さんってなる。いや、そうそうそう。じゃあまだ髪型で変わるんだ。私短いと幼くなるタイプなの。でもまなちゃん短い方が大人っぽい。可愛い系。可愛い可愛い。可愛い可愛い。可愛い。可愛らしい。可愛い系になる。幼くなっちゃうと可愛いって違うんですか？違う違う違う。違う。違うの？どう違うの？可愛い。お子さんないと可愛い。なんていうの？大人な可愛い。あ、私が？ちゃんと。あおちゃんもそう。あおちゃんも大人可愛い。めっちゃ子供っぽくなるかなって思ったけど、大人っぽくなる。ああ、確かに確かに確かに。大人可愛い。え、待って、タワーだ。え？え、すごい。リラックマタワー見て。え？すごい。可愛い。初めて見た。え、めっちゃ高い。え、すごい。リラックマ。え、ゴリラクマじゃない？あ、ゴリラクマ。ゴリラクマ？ゴリラじゃない。ゴリラクマ。白いやつはゴリラクマの。これリラクマの。リラクマとゴリラクマ。え、違う違う。え、見て見て。リラクマがこれゴリラクマ持ってる。ゴリラじゃない。じゃあゴリラクマ。見て見て見て。リラクマが。リラックマがコリラックマ持ってて、コリラックマが黄色い鳥を持ってるんだ。え、黄色い鳥がこの黄色い鳥。え、リラックマスタイル良くないの？本当だ、リラックマスタイルいい。足長くない？ゴリラックマやばい。ゴリラックマやばい。リラックマね、リラックマね、まあ、何の話したっけ？髪型か。そう、髪型そう短い時あったよっていう。ボブ多かったよね、めっちゃ。え、わかる。確かに、めっちゃ多かった。カナレーナ、ひなた、あゆ、マナ、マナ、あ、あとなんかゆうちゃんも短かった、短かった出たからめっちゃ多かったよね。今は何が多いの？でもこの長さも多いよね、結構。その時に短くした人たちが、あ、そんな時か、一緒に絶対そうだ。セミロングが多いか。うん、セミロングが多い。早く伸ばしたい。帰りもセミロングだよね。確かに。え、帰り伸ばしてんの？いや、あの多分長さキープしてる。え、そうなの？キープしてる。なんで？なんで？ななみもセミロングじゃない？ロングではなくない？ロングじゃない。ロングはうちとみゆ、みゆとみほちゃんは？セミロング？セミロング。でもカホ結構長いよ。確かに。あ、確かに。ロング。カホめっちゃ長いよ。ロングになった。なった。カホもさ、だって。あ、夢もだ。短かったもん。あ、確かに夢も。もともと夢もロングだね。確かに。木のロングだったけど、ショートそうじゃん、木のロングだ、一番短いじゃん。あ、そうだ、そうなんです、ね、まあでもあれだよね、3期生がみんなロングじゃない？あー、確かに。みんな長くない？短い人いない。いないよね、いないよね。みんな長いね、そうだ。ゆあちゃんとかが割と、でも長いよ、みんなミディアムぐらい。もうなんかアイドルのうちにいろんな髪挑戦してみたいな、だからボブもやったし。そういうことね。ショートはちょっと勇気出ないけど、さすがに。ボブでもやってないわ、うち。ねえ。え、でもやめたら絶対さ、やらなくない？ボブ。え、逆にやめてからやりそう。え、逆に？うん。ここにいるうちはなんかアレンジしたいからって思っちゃう。そう。確かに。やめたら逆にやりそう、うち。ボブとか。何にしよう、髪。ボブ、いつか見せてね。わかった。見たい。何年後だろうね。ね。ミュウミュウをボブにする可能性ある？生きてる中で。生きてる中で。生きてる中で。え、あるの？小学校6年生ぐらい。そうなんだ。でもなんか髪質がめっちゃボってなるんですよ。短くすると。広がっちゃうってこと？テンパだから短くするとってなっちゃうから、長くないと。ダメって言われた？ダメって言われたじゃないけど。病院。管理しやすい髪の毛。そうなんだ。毎回ちゃんとアイロンしないといけない。短くするとボリュームが。まだでもテンパなんだよね。ええ、あのちっちゃい時もくるくるくる。うそだ。うちもだよ。くるくる。うちもだよ。別のやつ。テンパってどこからがテンパなの？強制かけてんのそれ？ガチ？今でも？そうなの？じゃあ知ってると。でも3ヶ月4ヶ月前とかでも。どうなっちゃうの？かけないと。くる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 。え、そこまでではない。今はそこまでではないけど、あのちっちゃい時とかはくるくる。うちも勝手に縦ロールみたいな。私ちっちゃい頃アフロだった。え、なに？あっち後で見せる。何？後で見せる。ゼロ歳からパンチパーマみたいな。え、それかけてですか？かけてない。えらいかつすぎるでしょ。いや、かけてないです。
たい。マジか。なんかこうくるくるってか毛量がやぐくて。あ、そうなんだ。あ、そうなの。なんか具志堅さんみたいな。え、ゼロ歳何ヶ月で具志堅さんだった。見てみたい。見たいんだけど。ガチ。いいな、見てみたいなパンチパーマ。ゼロ歳のパンチパーマだよ。ゼロ歳そんな入ってる。かけてそうじゃない。髪さハゲてる子もいるじゃん。ゼロ歳一歳までなんなら薄い子もいるじゃん。あ、確かに。いるじゃん。私マジゼロ歳何ヶ月から。そうなんだ。真っ黒の真っ黒のパンチパーマ。薄くないっす。こんなこんな。やだ。じゃあこれが頭に。マジか。え、そう。違う、ゼロ歳の時にさ、うん、なんか保険証ではないけど、なんか証明書とか写真撮るじゃん。 あ、うん、あの時からふさふさなのめっちゃ。ねえ、欲しい写真。やば、見たいんだけど。ある、マジである。見たい、今見せたいわ。うわー、見たい。え、でマナは生まれた時に逆に歯2本生えてた。イエーイ。生まれて泣いてたけど絶対お腹の中なんか食べてた。歯がしっかり。やばー、歯が2本下の歯生えてたの。そんなことあんの、はい、めっちゃおもろくないそれ。やばくないそれ、ニュースになる。お兄ちゃんもなんです。お兄ちゃんファンが。そういう関係。お姉ちゃんは生えてない。お兄ちゃん3本まだ2本。家計が、そうなんだ。すごくない。じゃあまなちゃん将来子供産んだら多分じゃあ4本とか生えてる。どうしよう。送ってね、子供生まれたら。わかりました。2本生えたら。え、おもろ。みんなみんなすごいね、やっぱおもろいね。昔から変わってたんだね。やっぱ変わってる子が。どん、え、どんな子だったんだろうね、みんな。赤ちゃんの時、いや、なんか普通にお腹中の時。お腹中の時覚えてない。覚えてない。苦しいよ。でもさ、みんながさ、なんか高校とかさ、一緒だったらさ、うん、いや、マジ想像つかない。え、どうなってるんだろうね。高校は意外と変わんないかもしれなくない。なんか小学校とか、確かに大人になってるもんね。もう幼稚園とかの方が全然違うかもしれない。確かに確かに。確かに中学校とか。あ、中学校とか、うんうんうん、違うんじゃない。そう、アイドルやってる人ってやっぱ人とちょっとなんか違うの。いや、違いますね。変だ。普通の人と。変だよ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 。みんな変だよ。多分変だよ。そんな気がする。 NG ってだけかな。 NG ってはみんな変な。私たちは多分みんな変だから、みんな変なんだ。変なんじゃないって思うけど、うん、世にもう放たれちゃったら変だよ。だから変なんですよ、私は。変だけど分かってる。みんな一緒に分かってないですよ。分かってる。分かった。私も分かってる。まだ分かんない。変じゃないの。私変だから。変なの。みんなが変だったから。そう、多分ミヤも本当は変なの、きっと。まあ、そうそう、ミヤがめっちゃ普通に見えてるけど、多分変。変なの。NGT では普通かもしれないけど、変なの。ミヤは変。うん。え、まともな人いますか、NG。多分みんなが変すぎて、変に見えない変なんだよ。そうなんだと思う。NGT って真面目な、まともな人いますか。いないでしょ。ミュウミュウじゃない。でも、まあ、確かに。あの、でもこの中だったら。そこの中でまとも見えちゃってるだけ。けど、世に放されたら変だよ。世に放されたら変だよ、多分。変か。うん、だから、そうだよ。同じ学校だったら交わらないかもしれないね、全員。え、そうか、逆に。え、そうだろう。逆に、逆に変同士集まるんじゃない。うちら変だね。うちらやっぱ変だねって。え、どうなんだろう、変だったかな。え、でも正直さ、変って思ってなくて。分かる、自分変じゃなくない。さやは変、うん、思ってなくて、うん、だからなんか変って言われると何が変なのかが分からないか教えてほしいんですけど。私も、私サーヤのことめっちゃ真面目、まともで静かで清楚な子だと思ってたんだけど、うんうん、でもなんか2期生の他の子に聞くと、うん、え、サーヤめっちゃ変だよみたいに言われてて、うんうん、え、そんなことなくないみたいな、うん、サーヤの子知らなかった、うんうん、最近話すようになって変だなって、うんうん、何が変なのか教えて。何が変なの。なんかふとした時ですよ。なんか抜けてる、なんか何考えてるか分かんない。あ、そういう、それって変なの。それって変なの。わかんない。え、私はいつ変って気づきました。私のことは気づいた、気づいたら変だった。最初から。私だって最初から変だった。いや、でもなんかこんなキャラ出し始めたのなんかきっかけあった気がする。でも最近な気がする。配信じゃない、ニコ生さんとかの配信系だわ。配信系でバレちゃった。で結構覚醒して、うん、全員の配信。え、でも研究生公演の時からファンの人からは変って言われてた。マジ。だからよく見てる人は分かる。あ、そう、よく見てる人は。ゲーム部とかのさ、全員の配信の時とかさ、結構いじられてなんかギャルだやすみたいな。あれゲーム部だっけ。太郎の卒業編の時ギャルらへんじゃない。これこれらへんから覚醒したんじゃない。何なんですかね。ミートもマナーにしかできないよ、それ。みんなやろうと思わない。確
確かに初期の頃もやろうと思ってやってるわけじゃないと思うけど、これがもう自然なんです、うん、自然に生きてる。確かにみんな変だね。だから全然生きやすい生きやすい今。あ、よかったよ、よかった。生きづらかったらあれだもん、うん、ここにいて。確かにこんばんは、みんな変っていうことで、変なんだやっぱり。でも何が変なのかはよくわかる、自分でもわかんないけど、うん、何なんだろう、変っていうか、なんかさ、変だねって言われてもさ、何が変なのかを教えてほしいって思う。あ、何々が変だよって。そうじゃないと改善できないから。改善しなくていいよ、嫌な変じゃない。うん、そう、まあ、いい変ってあんのかわからない。そう、いい変ってあんの。え、なんかさ、うちな、うちにゃん、うちな、だめだ、なんかなまる、今日なまる、関西京都、今一瞬京都来た一瞬行ったよね、京都。うちな帰ってきた、ついに何帰ってきた。なんか、いや最近になって変って言われることが増えて、うん、でも自分が変って思ってないから検索したの、うん、なんてめっちゃ気にしてるじゃ ん、 なんか。そうだから変って何、気にしないでほしい。嫌なの変って言われるのは、え、なんか、え、じゃあ変は悪口なのかっていう検索、うん、気にしいなの、違うしたら気にしすぎだよ。それ人と変わってるって嬉しくない。いや、それはすごいわ。え、なんか監督と違うって嬉しくない？え、そっか、じゃあ、うん、でも違うからアイドルできてるんだろうな。そう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 、個性だね、ポジティブに考えなら、よかった。よかったよかった。こんばんは。確かに逆に普通ってなんだろう。え、普通って何？え、普通って何？普通は自分じゃない基準、自分が普通だと思ったら普通ってなんだろうね。人と普通は合わないよ多分。普通、え、じゃあ逆に、スタッフさんって普通ですか？いや、変でしょ。言ってまーす。違う、え、どうなんだろう。多分うちらと一緒にいるから、その同じ変になってる。変になっちゃった？でも変わってらっしゃる。でも話しやすいよね。そう、だから変わってらっしゃるんじゃない？確かに。マネージャーさんって全員話しやすくない？話しやすい。なんかさ、大人の人と話して緊張することじゃん。確かに、うん、でもさ、波長同じじゃない？うん、合わせてくれてるのかな。あ、逆にそういうこと、そういうこと合わせてくれてるんだ。うちらといることによってあっちが合っちゃったみたいな。ああ、逆に逆に。じゃあ下がってきちゃったんだ。みんな分かってここ下がってる。下がってきちゃったかもしれない。え、でも若くなるって言いますよ。なんかメンバー、なんかアイドルの関係、うん、なんかスタッフの人ってすごい、うん、なんか同窓会とか行くと、うん、なんか自分よりもすごい周りが老けて見える。あ、でもやっぱ若いから、若い人と接してるから自分が。でもそんな気がする。めっちゃいいことだ。スタッフさんがさ、あの、うん、初期の頃からいるスタッフさんが、うんうんうん、なんかずっと初期の頃の年齢のまま止まってんの、うん、私。ああ、それは確かに年取ってないみたいな。そうそうそう、うんうん。え、でも逆に私たちってさ、なんかもし同窓会とか行ったりしたらさ、うん、確かに自分たちが大人に見えそうじゃない？アイドルは。確かに。そうなの。青言ってましたよ、同級生がすごいなんか、うん、子供に見える。へ、子供に見えるまであれだけど、見えるっていうか、なんて言うんだろう、私たち大人じゃないですか一応。あ、青からしたら年上ばっかりだから。そうか、関わってるから久しぶりにみたいな、うん、そうそうそう、そっか、うん、そう、フルさんって呼ばれてるんですよ、マネージャーさんね。フルス、なんかマネージャーさんね。そう、マネージャーさんね。どのマネージャーさん？あの、え、どれ？マジ？どの？あの、音楽かけてくれる。今日右側にいた人。ああ、今日下にいた人。青のことは青さんなのに、マナのことはフルさんの。へえ。古田青。古田青。古田さん。さんだ。誠二さん？川越さん？キャプテン藤崎さん。あ、藤崎さん。キャプテンさんって何？長い。長いじゃない。新しいマネージャーさんなんですけど。そう、私フルさんなんですよね。うん、基本政治だな、ま、マネージャーさん基本苗字呼びだよね。うん、うん、いや、ちゃんまなとか。ちゃんまな？ちゃんまな？誰？誰？マジで？誰？誰？これ。ね、それ、あの、なんていうちゃんまなのちゃんまな、誰、分かった、え、本当に毎回そうなの、毎回そう、マジ、なんだと思われてるんだろう、ね、ちゃんまなってマジ、うん、セイジ、基本セイジなの、セイジさんとかセイジとか、え、セイジ、じゃあ
ちマナちゃん、みんな違うマナ呼び方。あ、そうなんだ。人によりきりなんだ。そう、人にみんな違うんだよね。前で呼びたい人もいるかも。なんか逆に前古沢って言われ、あ、いた。だって青ちゃんはさ、なんか古立てってよりも多分青ちゃん。まあ確かに、確かに青ちゃん、確かに、確かに。え、うちは川越か川越さんかサーヤだ。え、サーヤって誰？サーヤあれじゃない、女のスタッフさんじゃない、うん、あ、確かに確かに。あ、覚え、分かる分かる分かる。確かに。何て言われたとかな。藤崎って言われる？うん、あんま言われない。藤崎さんだよね。藤崎さんか、みゆみゆか、みゆちゃんか、キャプテンさん、みゆみゆさん、キャプテンさん、キャプテンさん言われない。え、3期生になんて言われてる？確かに。みゆみゆさんキャプテンじゃないの？藤崎キャプテンさん。なんか藤崎さんって言われてんの？めっちゃ距離感じる。確かに。え、み、割とみんなだから。え、まあ、なんて言われてんの？あ、マナさんかも。みゆみゆって呼んでって言うけど、藤崎さんってなんで？藤崎さんなんだ。みゆさんじゃなくて。うん、謎に距離置かれる。マナさん。マナさん。レイナさんかレイニャンさんか。ああ。誠司さんはいないかもしれない。まあ、そうだよね。うちサーヤさんだ。え、なんで私だけ藤崎さん？藤崎さん。キャプテンだから。キャプテンだからじゃない？キャプテンさんだから。そうなんだ。こんばんは。いやマジさ、こんなことしてたらお腹空いてきたね。喋、うん、ってるとやっぱりめっちゃ食べたよね。喋ってるとね。これ配信中食べれば気がするけどな。弁当食べた後になんかこれ食べたら空気すぎてお腹空いた。うん、これは空気だったか。確かに空気だったね。怖いよこれ。怖いよ。何個でも美味しいから食べれちゃう。うん、何これ、でも頑張れば一口でいける。わーって。確かに。確かにやってみる。つぶしたらいいです。ちんちゃん食べれそう。どんべ、あ、どんべ。さすがに。二どんべはやばい。さすがに。二どんべはやばい。二どんべ。しかも最強食べてた。最強食べた。こんばんは。美味しかったです。最強。でも嬉しい、なんかレイちゃんとさ、うん、こうやって仲良くなれて、え、かわいい、うん、嬉しい、かわいい、何、なんか始まった、嬉しい、こっち側だってレイちゃんって呼んでるの、マナ。確かにレイちゃんって呼んでる。今までそんなことなかった、うん、先輩で、先輩でそんな呼んでる人なくない？え、初めてちゃん付けで呼ん、嬉しい、レイちゃん、なんかイチャイチャしてんぞ、なんか、なんか何見せてる、確かに、レイちゃん見せてる、私が初めてレイちゃんって呼んだ、レイちゃん、ちゃん付けで先輩に呼んだ、なんか始まった、あ、いいんじゃん。でも2人目、2番目。でもマナちゃんのレイちゃんめっちゃ好き。レイちゃん、え、うちのレイちゃん好き。しかもなんかちょっとさ、言われるの恥ずかしいかもしれないけど、置いてかれてちょっと恥ずかしそうに呼ばない？レイちゃんって、うん、嘘って感じれて、それが可愛い。なんかまだ慣れてない、まだ慣れてないか。うちのレイちゃんは確かに好きで呼んでるよ。え、おレイちゃんみたいな、あ、やはは、可愛げないじゃん。確かに可愛げないよ、ダメだよ。確かに、マナはまだ可愛いである。レイちゃんみたいな感じじゃないよね。うん、え、レイちゃんみたいな。確かに。ねえ、サヤ。どういう可愛げない。サヤと私テンションが似てると思う、多分。ああ、確かに。そんな、なんか、基本の。え、マナもじゃない？キャッピーとか言ってるくせに、そんなにキャッピー、キャッピー。で、そのキャッピーはキャッピーのキャッピーじゃないんだよ。何のキャッピーなの？こういうキャッピーじゃない。こういうキャッピーみたいな。これは何？え、じゃあ何これ？それはただのポーズ。キャッピー言ってるよ。キャッピーってポーズってこと？キャッピー。だから別にこういう萌え萌えではない。え、テンション的にはどうなの？え、了解みたいな感じ。そうなの？そうだよ。え、もともとあのファンの人に公害してなくて、これをキャッピーを普通に LINE で使ってたの。違う、うん、え、普通に了解キャッピー、え、なんかなんか言われて、オッケー、うん、キャッピーみたいな感じで、そうそう、うん、使ってた。わかんな、で、それをなんかサメカツナのなんか公演の MC かなんかでなんかバレて、うん、でバレる、バレて、そう、バレるって言い方、そっからなんかキャッピーが広まった。いいね、でもキャッピーといえばサーヤだもん。なんかそういうの欲しい、そういう言葉。でもなんかそれはなんか何にでも使える言葉なの。うんうん、まあ、ずる、そう、いいな。だからすごい、じゃ怒られた時もキャッピーって言うってこと、とか言う、いいな、よくね、よくね、絶対学ぶな、それは。なんかよくない、テヘペロみたいな感じ。なね、テンション的には。そうなんだ。だからモイモイキュンではない、別に。あ、そう、うん、そういうキャッピーではないってこと、ね、そういうキャッピーではない、キャピキャピのキャッピーではなく、了解のキャッピーとか、ね、そうそうそう、オッケーオッケーオッケー。え、でさ、テンション似てるなって思うんだけどさ。え、似てるテンション、テンション高い時は多分私が脳がやばいけど、うん、その普段のなんか、いや、テンション一定のテンションっていうか、あ、確かに確かに確かに、手可愛いみたいな、めっちゃ待って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 
見てたらかわいい。あっちゃん、レイちゃんかわいい。一定の程度で動かさないね。レイちゃんかわいい。一定の程度で無理なんだけど。何？ルナだ、かわいい。手の動きうるさい人。かわいい。手使わなきゃ話せない人みたいな、こういうところが変だよって言われて。確かにテンション似てるかも。え、マナは？マナも一定じゃない？でも言って、マナは一定がめっちゃ高い。マナはこれとこれがやばい。あこの差やばい。確かに差が。あーそっか。でこうがないってこと？うんうんうん、うん、あ確かに。そっか、じゃ違う、じゃ別問題ってことか。しかも帰りもこうじゃん、こっちじゃない？うん、帰りも、帰りとまだ多分似てる、似てる似てる、うん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 、ですよね、うんうん、帰りとまだ多分似てる。みゆみゆこそ一定だわ、ずっと一定、うんうん、確かにそうかもしれない。キャッピー見たことない。キャッピーキャッピーか、なんていうの、もうフワーみたいな、はいはいはいなの、はい、にあんまりないかもしれない。はいだね。みゆみゆはいにさせたい。確かにはいにさせたい。だってお酒とか飲んでもそうならないから。あどうしたらはいになるんだろう。どうしたらなるんだろう。まだチャレンジしてない。何かが、確かに、なんでだろう、はいね、スポーツとかやってた？やってない。え、何部だった？茶道部。あ、茶道部ははいにならないよね。運動カメラ。私ソフトボール。ーええー、テニス、テニス、テニス、ソフトテニス、ソフトテニス。え、なんか意外とスポーツやらせたらなんかめっちゃはいになるかも。はい、うわ、うわみたいな。ソフトボールめっちゃ、うわー、いっソフトボール、いっさソフトボールで10メートル飛ばないよ。ええ、そんな、いそう、飛ばなそう。え、でもなんかそういうのやりたい。二重跳び得意そう。え、縄跳びはでも二重跳びちょっとぐらいしかできない。え、三重跳びはできない、できない、できない。鉄棒はできない。本当に何もできない。一輪車は昔は乗れた。あ、高跳び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 は、タイヤ跳び、タイヤ跳び。それ競技じゃなくない？遊びじゃない？少年ぐらいで終わる。え、なんだろう、運転とか。え、腕長いじゃん。登ってた。柔軟？え、全然めっちゃ硬いです。バスケ。うん、球技絶対ダメ。あ、そうなんだ。柔道もダメ。水泳はすげえ。泳げない。ふざけ、ふざけに入ってる。レスリング。柔道もダメ。あれは？弓道。できるわけない。やったことないよ。え、ダンスとかやってた？体育の授業で。待って、弓道やってす、できそう。いそうだよね。集中力あるし。うんうん。給料、アーチェリー。給料。給料？弓道って集中力絶対大切。確かに。大切。でも飛ばないんじゃない？まず、うん、え、絶対引っ張れないんじゃない？あ、力で、うん、みゆみをハイにさせたい。わかる、ハイにさせよう。どうしたらハイになる？どうしたらいいの？酒飲んでもならない。スイーツ、甘いの？確かに甘いもの。でも落ち着いて食べるじゃん、スイーツ。そっか、確かに。はぁ、美味しそう。みゆみの食べ方、本当にメンバー1綺麗だと思う。え、なんかどんなにさ、お腹空いててもさ、そう、ガッツかない。ガッツかない。ちゃんとゆっくりこうね。私たちなんかさ、ミュウミュウだったらチン、あ、できたじゃん。私はチン、はい、もう開かないもん。チで、わかる、わかる。チで開けて、開けて、もうそのまま取って、うん、もう待てなくて、もう手でやるもん。手でこうやってチンってやっちゃう。水も弁当も全部持って、座ってて、いきます。うん、わかる。でもあれだ、男兄弟いるからじゃない、うちら。え、それ絶対やるな。お兄ちゃん、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 3人ともお兄ちゃん。だからじゃん。ちょ、そういうじゃなくて、3人もお兄ちゃんじゃなくて、顔がマジだった今。お兄ちゃん、なんか3人の中の1人ってなんかすごい、確かに、なんか勇ましい、すごい果たしてそうだなって。確かに、でもいそうじゃないですか、3人お兄ちゃん。いなそう？そう、そう、私1人お兄ちゃん、マナもお兄ちゃん1人とお姉ちゃん。へぇ、すいっこ、すいっこだね、めっちゃね。うん、でも私もすいっこ。すごい、お姉ちゃん。だから一緒だからじゃない？確かに。だから似てる。お兄ちゃんレイちゃん、お兄ちゃんサーヤだからだって。お兄ちゃんサーヤ。な、何個上？4個。あ、4個か。3個、3個、3個。あ、忘れないじゃん。お兄ちゃん。小6の時中3だから。だからガサツなんじゃない？あ、悪口言われてる。うちら、うちら、うちら。あ、でもそうなのかな？そうじゃない？え、ガサツ？だいたいそうじゃない？他にお兄ちゃんいる人でさ。夢とかさ。夢？カホとか。夢お兄ちゃんだっけ？お兄ちゃんもいる、うん、弟もいる。あれ、そうだよね。夢めっちゃ長女っぽい。うん、かる。いやいや、え、でも夢ががっついてるとこ見たことある？いや、え、だってめっちゃ早いじゃん、撮るの。夢はめっちゃせっかち、うん、世界一せっかち、世界一せっかち。それは言い過ぎた。あと誰お兄ちゃんいるの？大体いるよね。あれ
カオは弟いるじゃん。うん。ナナミもそうだね。青？青もお兄ちゃんいるし。青は落ち着いてるの。春も弟いるし。春も弟いる。春弟。春弟だね。みんなの家族事情全然わかんない。会いたい。家族パーティーしたい。家族パーティー全員呼んで。多くない？え、ペット飼ってますか？飼ってない。飼ってないんだ。飼ってます。何？ラブラドール。かわいい。の黒。すごいかっこよ。家で飼ってる。家の中。一人で？一人で。実家でしょ。実家。会いたい。いやマジみんなの私生活は生活で家族事情わかんなすぎる。でも結構話す。あ、ニキはね結構話す。ニキはみんな覚えてる。ニキでもイキセイさんのもわかる。本当家族事情。なんです。名前も知ってますよ。ネドの兄ちゃんの。え、こっちで？行ったことあるもん。え、なんで知ってんの？え、なんで？あ、そっか。なんか前なんか名前が似てるみたいな。そうなんだ。二人はわかんない。聞いたことあるけど忘れちゃった。何型さや B。 じゃあ当ててください。うち、もう私たち OK。 待って難しい。 O っぽいけど A。 O、 O よりの A ね。 O よりの A。 A っぽいけど普通に言ったら、うん、意外と B。あでも普通に A と O。 あ、え、ん？ A うちも言わなきゃよかった。じゃあせーので言う、うん、せーの A。 あ、うん、でもめっちゃ O って言われるんですよ。 O 型っぽい。そう、 O って言われめっちゃ言われる。だから多分間違ってるんだと思う、ね、親が O と A とかじゃないの。親は A と B。 へ、えー、確か。なんか分かんなかった。分かんない。まだまだまだ聞いても分かんない。まだ分かんない。だから王って言われるじゃん。親何 ？A と A です。うん。何？でも A だよね、みーは。うちは？うん。違う違う。親は何型って。親は B と AB。うん。A O A O。うん。私 A 型って最初言われる。でも実際知ってみたら普通に O、 普通に O だみたいな。確かにめいちゃん O。しさ最近さ、うん、O か AB って言われる。うん、まあ、O もぽい、うん、O がめっちゃ多い。で B って言うとびっくりされる。だから全部の要素入ってる。本当？じゃあ全部C型ぐらいで。じゃあ全型 C 型。血液型って何なんだろう。もう関係ないって言うよね。関係ないと思う。海外とか全然関係ない。でもさ性格とか変わるくらい。ちょっとだけ O っぽいじゃん。うん、分かる分かる。ちょっとは関係してると思う。関係ないと思いたいよね。どうなんだろうね。どうなんだろう。へー、 A と B なら AO タイプだね。あ、そうなんだ。え、そうなんだ。へー、じゃあ O っぽいのも合ってんだ。へー、そういうことか。そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。でも青が AB って結構意外。意外だったね。AB 多いよね。A っぽい。意外と多いよね AB 型、うん。めっちゃ多い。力もだもんね。うん、あと誰？夢とか。ああそうだね。夢も AB 型。うん、そうだそうだ。へえ。うん。確かに AB 夢しかいなくなるね。3期生って AB います。3期生の血液型全然わかんない。わかんないな。まだ覚えてない。マジでわかんない。予想もできない。予想もつかない。確かに。ありがとう。顔かわいいね。3期生 AB いないんだって。え、マジか。マジ、うん、本当に夢しかいないんだ。じゃあスタッフさんって言いましたっけ。スタッフさんほぼ AB だよ。めっちゃ AB だよ。あ、そうだ言ってた。いやでもアイドルマネージャーされる人 AB が多い気がする、うん、え、そうなんだ。なるほどね。何時までにしますか。9時。何時からやってんの。結構やってるよね。1時間ぐらいやってる気がする。1時間ぐらいやってる気がする。すごい早い。普通に女子会みたいな。女子会だったよね、ただの。中学校の時みんな髪長かった。
長かった。中学ずっと長いし前髪なかった。え中学、あそっか、うん、確かに確かに長かったかも。でもまだ短かった。テニスやるときに邪魔だから切っちゃった。あそうなんだ。逆にポニーテールしてサバイザーしてたんだけど。そうなんだ。マナはもう短くしてかぶってた、うん、そうなんだ。戦ったのかもしれないかもしれないけど、でもお互い人に興味がないからだからわかんない名前とか覚えない。そう、もしかしたらワンチャンそう練習試合とかしてたんじゃ、ね、たかもしれないよね。そう、もしかしたら地区が一緒なのワンチャン大会みたいな、うん、多分あると思う。え、でも戦ってはなかったとしてもすれ違ってはある。絶対に。え、すごい。挨拶とかしてると思う。してるよねきっと、うん、でも見てないんだよ多分。わかる。いや、おもろいね、うん、すごいよね、そう考えたら。え、すごい。え、でもなんかオーディションの時になんか見たことあるなって思ったことあって。あ、本当？そう、なんかマナの前だったの。うん、そうそうそう、あれ、なんかどこかで見たことあるって思ってて。絶対やってんじゃん。じゃあわかる。え、見たことあるなこの子って思ってて、でも一回も喋ったことないから、うん、どこだろうって思ってたの。印象残りそう、お互い見たら一回。うん、いや、うちマナのこと本当に知らないんだよね最低。え、でもさ、戦ったことあるよ絶対あるよ。今も何色？それ言ってんの？言っていいの？確かにやめよ。透明です。透明、透明？エッチ。ニアミスって何？合いそうで合ってない。あ、そういうことか。でも絶対的に合ってるんだよね。わかる。だって県大会とかで合ってるってことでしょ？そうだね、多分。県。すごい。1時間以上経ってるっぽい。1時間以上？すごい。5分になったらやめる？からだって。そうしよう。5分になったら段になったら。そうしよう。え、とっちゃん、いや、やめた？やめた。5分我慢しよう。あ、さや取った。え、取ってやっぱり取る。取るからその前にじゃあスクショどうぞ。あ、クマも写したい。あ、あのかわいそうなクマね。えい。じゃあ撮ります。撮ってください。撮ったらどうなるんだろう。これビヨンってビヨンってなる。そうビヨンって。組み切れ。ありがとう。やっぱ撮るの大変なんだ。大変だ。めっちゃピンサだ。すごいね、これできる。え、なんかさ、お風呂の前にさ、一人で撮りたくないからいつもショールームで撮るの。なんで撮りたくないの？え、嫌じゃない？めんどくさいじゃん。わかる。すぐ入りたいから。あ、そういうこと。そう、わかる。髪取る時間めっちゃ嫌い。そうだから、このみんなの前で取るの。みんなの前で取る。これどうなってるの？メイクさんの髪の毛すごすぎて取れないといけない。ピン刺さってない。うん、ちょっとすごい。ピン刺さってないのにさ、あの、あ、なんていうんだっけ、ゴム隠し。ゴム隠ししてる。すごい。どうして？でもまださ9時なんだね。ね、なんかも11時ぐらいかと思ってたし今。痛い？うん、そっか、公園が早かったから。あ、そういうこと？うん、普通だったらだって今頃だよね。今から配信始める。なんか、ね、そう、そうだよね。そっか、そういうことか。え、すごい、ごまかし串できてたの。すごい、すごい。エビフライみたいで可愛い。エビフリャー、かわちい。外した。今日早かった。みんな外してる。え、みんな外してる。うん、みんな外してる。そこピンがさ、どんどん出てくるんだけど、うん、羊した時って結構ピンあるよね。すごい固まってる。エビフライみたい。え、お団子したことある？お団子の時のピンの量エグい。あ、最近お団子するメンバーいないね。確かに。昔よく公園でもお団子みんなしてた。あ、そうなんだ。公園の団子やったことないかも。今度やって。誰かやるね。じゃあやって。私短いからできない。さや、お団子したことある？ あるある。あ、あるっけ。見たい、うん、見たことない。多分夏とかじゃない。あー、そうなんだ。すごいな、なんでこんな綺麗に編めんだろう。わかる。いや、これは外しちゃダメなやつだ。すごい、焼きそばみたい。え、大丈夫。一番そんなんでやってもいつも。なんか確かに全部うちに入ってる。すごい、なんか芸術だね。芸術的、なんかエモいって感じ。ちょっとちょっとルルルルルやりたくなる。
え、5分過ぎてた。本当？早いね。じゃあ読みます？じゃあレイちゃんからサーヤで。はい。オバージュ。いきまーす。13位、ひーこちゃん。号泣さん。カメッセニーさん。ね、違うよ、お母さん。あ、そういうこと？間違えた。いいよ。ひーこさん。嘘。号泣さん。プリキントン中間さん。カメッセニーさん。ありがとうございます。あ、待って変わっちゃった。あら、もう一回いいよ。声がまださん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、ぬっくん。浅田るいさん。サバーサンドさん。伊賀の藤丸さん、ありがとうございます。11位、竹めぐさん。竹蔵さん。埼玉山添さん。松くんさん、ありがとうございます。10位、トラキチさん。超快速さん。クイキンタン中間さん。ウケディさん、ありがとうございます。9位、ヒンジさん。あの時助けていただいたツルデスさん。なんかおもろいね、まだ。11位、お兄さんさん、ありがとうございます。8位、シュウちゃん。パピコさん。アルニストさん。ホークさん、ありがとうございます。7位、いつかの少年さん。タケさん。グリマーさん。松田さん、ありがとうございます。6位、ミスターさん。村村さん。トシーさん。めっちゃん、ありがとうございます。5位、ちーちゃん。ユーシューさん。ホシーさん。マサさん、ありがとうございます。4位、ウィスさん。シーさん。タカさん。イクレンズさん、ありがとうございます。3位、マッツーさん。トムム48さん。ラーマさん。ヌノコドアイさん、ありがとうございます。2位、マス先生。ウサコさん。リアさん。ダイさん、ありがとうございます。1位、まゆちゃん。りょうさん。マーチンさん。赤毛団長さん、ありがとうございました。すごい楽しかった。楽しかったですね。早かったな。ね、あっという間だった。なんかいろんな、マジ早かった。いろいろ話したね。みんなのこと知れた気がする。わかる、みんなのこと知れた。面白かった。風なびいてん。本当だ、こっち全部こう。待って、やば。なんかそういうなんか作品みたいな。それこそこれで真似ようがないんだ。え、真似か、これで真似きんじゃないんですかよ。聖事例なの。あの、このさっきの手で風みたいな。なんだっけ、一定のテンションで、これなびいてるから風。これで、これであそこで立ってほしい、今度。マジ出そう。一定のテンション。終わりますか。無理なんだけど。ありがとうございました。ね、ありがとうね。おやすみなさい。バイバイ。ありがとう。